長編小説。小説新潮に2009年9月号から2010年2月号にかけて連載され、2010年3月17日に新潮社から刊行された。同じく新潮社から刊行されたジーン・ワルツの続編。本書とジーン・ワルツを原作としてマドンナ・ベルで娘のために産むことのタイトルで2011年にテレビドラマ化された。 本作では、ジーン・ワルツの裏で起きた、描き明かされなかった出来事の部分を補足した、いわば、ジーン・ワルツの裏編みとなっている。代理母出産で、娘の子供を産むことになった主婦のストーリーが、展開される。2009年9月号から2010年2月号に、かけて、小説新調で連載され、2010年3月に、単行本以化。2013年3月に文庫化。 桜宮市に住む主婦の山崎緑は平凡な生活を送っていたが、ある日、東京の三角科大学に3回として勤める娘のリエが帰省し、リエは子宮に帰省ができてしまい出産できない体になったことを告げるとともに、緑に自分の子供を代わりに産んでほしいと頼んでくる。戸惑いながらも愛する娘のために、その提案を引き受ける緑だったが、代理母出産は、 日本の法律で認められておらず、お腹の子供の母親は、法の下では産んだ当人である緑と定められていた。やがて人工受精により緑は二人の子供を宿すことになったが、リエは、緑も予想しなかった、信じられない行動をとる。さらにリエは、この代理母出産で、倫理に反する、ある禁忌を行っていた。それを知った緑は、子供の未来を守るため、 リエと戦う決意をする。マドンナベルで娘のために産むことのタイトルで NHK 総合ドラマ10枠で2011年4月19日から5月24日まで連続ドラマとして放送。連続6回。キャッチコピーはお母さん、私の子供を産んでくれない ?2012 年4月2日より6回、月曜日のドラマ10再放送枠でアンコール放送された。 基本的には、原作の流れ通りストーリーは進むものの、設定や展開の一部などで原作と違いがあり、特に結末は大幅に変更されている。なお、第3回の区会のシーンにて、原作者である、カイドウ・タケルが、区会の参加者役で、亀を出演している。前話収録の DVD ボックスが2011年9月21日に発売される。 マドンナベルで娘のために産むことに関するカテゴリー。ありがとうございます。